5コーナーで第11レース発走、最外から7番車津村幸四郎が前取りへとポンと出ていきました。内からは1番の三宅達也がただいま2番手、4番の岡本壮3番手、2番の皿谷豊、5番月森亮介と続き、ただいま6番手3番の北鶴翼、最後尾6番小島啓二という序盤戦です。1周回目2コーナーからバックへ向かいます。3番の北鶴が後方から先頭まで車を進めていきます。そして5番の月森は3番手隊列に加わりそう。福岡道県連携、そして岡山道県連携と前段中段そして中部勢が5番手以降の3人です。2番の皿谷に6番の小島啓二、そして4番の岡本壮がライン3番手回りです。一本棒で2周回目1コーナー回っていきます。さあ先頭は3番の北鶴です。初日直線競争は神奈川マークで打ち粘った皿谷ともつれる道中でありました。400バンクで10秒台難なく叩き出すその北鶴の後輪に集中でありましょう。追走マークは7番の津村幸次郎です。3番手は岡山道県コンビ、前回り5番の月森3番手です。予選の競争では中段キープから前を大きく車間を切って後ろを警戒していくというレース運びでありました。この何でもできる月森の総合力に勝ち上がりを託すは1番の三宅達也です。競争は3周回目に入りました。2番の皿谷が中部ライン先導役、初手5番手です。初日直線は出られたならば秘訣で番手イン粘ったようでありました。追走は6番の小島啓二、昨日は巻き返す九州ライン抵抗、かました松崎間からの2着でした。小島の前は回りません。4番の岡本は後ろ固めへと回りました。厚みがあるのはこの中部ライン、3コーナー回るところでレースを動かします。2番の皿谷が後ろ2人を連れまして車を前へと進めていきます。中段ではとどまらず車を前へ前へと進めていきまして、さあいよいよ勝負どころ赤番周回、北鶴に肩を並べそして抑え込んでいきます。さあ福岡コンビは前から車を引きました。中部3車が出まして、北鶴はどこまで引くか、4番手でひとまずとどまりました。外には5番の月森がいます。2番の皿谷、まずは後ろ2人を連れて先頭、さあ岡山コンビが巻き返してジャンの2センターから4コーナー、5番の月森前を叩きました。2番の皿谷は岡山コンビダッシュ3番手、これで3番北鶴は6番手。さあ競争は最終周回、縦長の展開、ラインの切れ目それぞれが車間空いています。さあ5番の月森が三宅を連れてかける、3番手2番の皿谷が先まくり、2コーナーからバック仕掛けも1番の三宅のブロック。さあ6番の小島は三宅の懐を狙っていくんですが、むしろ皿谷と連携されている。そして外からは3番の北鶴がまくり追い込んでいく。4コーナーから直線コース、3番の北鶴、7番の津村、3番7番福岡ワンツー、3着どうか。外は4番の岡本壮、内のコースは5番の月森あたりか。第11レース準決勝戦の2組目であります。リプレイ図をご覧いただいています。2番の皿谷の先まくり、ここには1番の三宅が好ブロック、6番の小島は内に進路を取ったところで、やってきたのは北鶴津村福岡コンビ、3番の北鶴翼、7番津村幸次郎、福岡ワンツー3番7番、そして3着なんですが4番車の岡本壮が体勢優勢かと思われます。決定までしばらくお待ちください。第11レースでした。